はい、皆さんこんにちは。榊敦史でございます、火曜日のね、まったり時間ですね。まったりとした午後3時37分ぐらいですか、今が。はい、ちょっとね、周りをフラッと歩いてきたんですけども、全然過ごしやすいですね。さっきちょっと引いてってましたけども、今はもう出てなくって、汗もかかない、ちょうどええという感じでございまして、近くをぐるっと巡ってまいりました。なんかね、僕半分不動産屋ですからね、こうやって見て回りながら、このうちどないなんやろうなって考えるのが結構好きなんですよ。もうね、絶対昭和から建ってるわという家もいっぱいありますからね、この辺ね、でかなり細分化されてるんですよ。まあでもこの辺のね、土地やったらね、猫の額ほどでもね、価値が出ますからね、価値がつきますからね、値段つきますんでね、もうちょっとこれなんとかならへんのみたいなところありますけどね、でまあ地上げはうまいこと言ったら、マンションになるんですよ。まあ、そうやってね、マンションになってる土地もありますね。でもそうじゃないのもありますね。まあね、誰かが地上げしてるんでしょうかね。でも見てみたいところはありますけど、もう地上げって言ってもね、昔のあのマルサの女のね、あのイメージではないんですよ。もうゆっくりね、おじいちゃんおばあちゃん話聞いてそうですねっつって、もう変な話で、半ばこうご生涯をお待ちしてるみたいなところもありますからね。そうなると、いや、なかなかね、動きづらいもんありますよ。まあそれは置いといて、帰ってきてですね、いろいろですね、見てましたらですね、なんかね、愉快なお隣さんのメディアってね、一つのね、話題がね、こうなんかピョッとできたら、もうそればっかしやってますね。なんかね、ちょっと前までは昔のおばあさんのね、ハルモニさんのたちがお金もろてへんかったやんっていう話がもう沸騰してまして、それでそのね、働いたおじさんたちの団体もですね、いくつあるとかって、もうそんな話で持ちきりで、もそのニュースばっかりやったんですけど、それが一通りですね、収まったような感じでして、収まったかなと思ったら、今度はね、ボルトンさんですよ。ボルトンさん、元補佐官の安全保障担当やったところですかね、辞めはったんが半年ぐらい前ちゃいますか。で、補佐官っていうとね、皆さん日本の感覚で言うと何でしょうね、役所の長ではないんですよ。単なるその大統領に意見する係なんですね。でかといってね、日本みたいに閣議って言って、あれ、例えば環境大臣小泉進次だったら進次郎かだったらですね、環境省というお役所の長になってるでしょう。まあもちろん向こうもですね、アメリカにも環境なんてあったって、そこのお役所の長が環境庁長官みたいな人言い張りますけど、まあそれはお役所の長なんですけど、それは要はお役所を滑る政治家としての役割があるんですけど、補佐官というのは基本的に大統領に意見して、そのまあ補佐するわけですね、助けるわけですね、その専門分野があって。で、安全保障担当もいればですね、内政の税務担当とかもいるわけですよ。財務担当とか、ね、まあいろいろいるんでしょうけども、もう何人かいるんです確か。一気にね、昔はね、一人か二人だったんですけど、一気に増えて今5、6人いるんちゃいますか。よう知りませんけどね。で、ボルトンさんは安全保障担当の補佐官。安全保障何かっていうのは、要はどちらかというとミリタリーな感じの、まあ外交とミリタリーと両方かなっていう感じですよね。まあ、要は国を守るということですね、の担当の補佐官で、この方は学者やったような気しますけどね、元軍人さんがなったりしますね、安全保障の補佐官なんて、あるいは情報関係者、CIA の OB とかね、そういう人がなったりもします。トム・クランシーの小説のジャック・ライアンシリーズのジャック・ライアンは、最初あれですね、海兵隊の少尉で怪我して辞めて、奥さんと結婚して証券会社に入って、その後であれですね、CIA に入るんですかね、 CIA に入ったり大学に行ったりとかして、こううろうろしながら CIA の副長官をやって、で、そこから副大統領に任命されて、だから大統領が亡くならはってまあ日本のジャンボ機は突っ込んで亡くなるっていう、
ほんで大統領になってしまったという、そういうストーリーでしたけども、彼も補佐官を一回やってたんちゅうことかな、ちゃうかな。補佐官をやってなかったか。CIA の副長官がいきなり副大統領になるのかな。まあそうなんですけど、まああれも安全保障担当の補佐官みたいなもんですよ。そのボルトンさんがですね、辞めはって、どうもあのトランプさんと喧嘩しはったみたいな、意見が合わずに。ボルトンさんはもうものすごい高派なんですよ。要はもうそのイランとかね、北とね、もうすぐ軍隊を送り込め、ミサイル撃てとか、ね、そういうことを言わってるような人らしいですよ。で、トランプさんってね、そういうね、あの口ではいっぱい言うんですけど、実際手出すの嫌いなんですよ。あのだから今まであの人そういうことやったって言うたら、あれぐらいちゃいますか、シリアにミサイル撃ち込んだぐらいちゃいますかね。他はあれです、あ、何やったかな、アフガニスタンちゃうわ、イランの、指導者をね、イラクの空港でバシャンってやってしまったっていう、まあそれぐらいでしょう、荒いことは。他一切荒いことやってないですよ。で実はね、やらないんです、あの人は。もうやらないと分かってるから、もうみんな舐められてるんですけどね。でも、ボルトンさんはやれやれって言うとでしたんですよ。で、意見が合わなくなって、辞めはったんですね。辞め方もクビにしたとか、いや、自分で辞めたんやとか、いろいろあるみたいですけど。で、その方がメモアールって言って、要は回顧録ですね、日本語で言うと、を書かはったわけですね。これ、だからね、あの普通ね、こういう方はね、メモアール書くんですけど、辞めてね、例えば自分がトランプ政権に仕えてたら、トランプさんが辞めはってから世に出すのが普通なんですよ。普通はね。でも、この方、まだトランプさんやってんのに、しかも去年のことを書いたりして。あのね、これルール違反なんですよ。もう緩やかな。僕からするとルール違反で、まあアメリカ人の何割かもそう思ってるかもわかりませんが、そのね、今やってる外交政策に影響するようなことをね、書いたらあかんって。書いてもええねんけど、もうちょっと後にしんだと。せめてトランプさんが辞めてからね、出すようにすればね、まだ影響は少ないんですけども、いる間に出してってもらう。だからね、もうこれがね、愉快なお隣さんのその自尊心を傷つけるようなところがいっぱいあって、イライラしてはるんですね、お隣さんは。で最近、愉快なお隣さんのニュース見てると、こればっかり、ほんまに、ボルトンの回顧録ばっかりで、これ23日に発売されるという話で、23って今日やん。ほんまにでも発売されるんですかね。ホワイトハウスはこれを停止させようとしてるとかいう話を聞きましたけど。で、まあ、でも先にもう韓国の方は読まはってね。それで、要は、まあ、去年でしたっけ、パンムンジョンで、あの、イレギュラーに会談した時に、一生懸命ムンさんを外そうとしたという話なんかが、出てきたりしてね。要は、トランプさんとジョンウンさんでもう二人で話し合って決めていこうぜ、みたいな。ムンジェイン関わってきたらややこしいし、みたいな。で、排除しようとしてると。で、それをちゃんと伝えてるのに、愉快なお隣さんたちはそれを適当に解釈してた、みたいなことがですね、まあまあばらされてるわけですね。そうすると、やっぱり自分たちが排除されて、こう、軽く見られてきたっていうことに関しては、やっぱりね、ちょっとイライラなさってるわけなんですね。まあ、その構造はね、ほぼほぼ見えてたんですけど、それが、こうやって明らかになってくると、やっぱりメンツのある国ですからね、自尊心が強いわけでして、ちょっと許せないなということでですね、国、向こうの、アメリカに対して文句を言うたりと、言ってるようなことがですね、次から次へとこうニュースになっています。やっぱりこう、カーッとなる、どう言いましょうね、たちなんかもわからないですね、人間で言うとね。いますでしょ、時々。すぐに顔真っ赤にして怒るっていう。カンカンカン、瞬間湧かし器みたいな。そういう人いるでしょう。まあ、そういう感じなんでしょうかね、愉快なお隣さん、お国として。まあ、だからそうなっても、その、ボルトーンみたいなことになって、なんちゅうこと言うてんやーみたいなことになって。でボルトンさんの言うてることがね、どこまでほんまかというのもね、まあ、ようわからんところもあるんですけど、まあ、大体メモあるって自分の都合のいいように書きますから、自分が不利なようなことは書かないわけなんですよね。でだからまあ、どこまでほんまかわからんけど、でも去年、一昨年のことをね、そうそうね、間違ったことは書けないはずなんですよ。ね、
まあだからね、まあまるっきり嘘っていうことはありえないわけだって、ある程度は事実を書いてあって、事実関係は正しかったりするわけですね。解釈は違ったりするかもわかりませんけど、まあそういうことでね、まあ旗で読んでる分には面白いですよ。読んでるっていうか、このニュースをね、僕まだメモ欄なんか読んでないし、そもそも23日は今日アメリカで出るって言ったら、日本語訳で出るのはもうどんだけ早くても2ヶ月後でしょ。普通3ヶ月から半年ぐらい先ですよね。まあ同時進行で済んでた話は別なんですけど、そこまでやるほどの大物じゃないですよね、ブルトンさんもね。元大統領とかやったらですね、例えばヒラリー・クリントンのメモ欄やったら、それは同時進行でやるかもわかりませんけどね。まあでもめんどくさいな、そんな英語の元を直したら日本語も直さなあかんでしょう。自動翻訳ちゃいりがいし、まあということでですね、あのボルトンさんの回顧録がね、やたらとですね、あの愉快なお隣さんたちをイライラさせているというお話でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。